はい、皆さん、しゅうたです。本も一般ね、ジェンカーの秘密や可能性を楽しく紹介していただこうと思っております。はい、本日は言いますけども、足を速くする大腰筋下部トレーニングについてね、紹介していただこうと思っております。足がね、速い人を見てるとですね、結構特徴的なポイントが一箇所あります。それは何かと言いますと、大腰筋の下部が強いことになります。結構ね、大腰筋って、この上の方、溝落ちの方から、まあ、下の方までね、ずーっとついてる筋肉で、まあ、上からね、こういう風にこう背骨について、一骨ついてる筋肉なんですけども、これの、特に下側ですね。下側が強い人っていうのは、基本足が速い人が、まあ、めちゃくちゃ多いです。やっぱりね、股関節に近いところの方が、より力を、ね、直接的に伝えられるからだと思います。上の方が強くても、下が弱いと、どうしてもここのパワーが最後股関節の部分に繋がっていきにくくなったりとかしますので、いかにここが強いかっていうのはですね、大腰筋の中でも速く走るためにはですね、めちゃくちゃ重要になってきます。なので今回はですね、ここですね、大腰筋の下部を鍛えるためのトレーニングを2つ紹介させていただこうと思ってますので、最後見ていただければと思っております。では始めていきます。はいですね、まずですね、トレーニングやる前に、まずね、いつもごとくね、もも上げですね、チェックしておいてください。もも上げで大腰筋のね、今の状態をチェックして、トレーニングの後にね、上げやすくなるかとかを見てください。大体、大腰筋トレーニングってエラーが結構出やすいんですけども、エラーが出ると、実施前よりも足が重たく感じたりとか、上げにくくなったりします。逆にうまくできると足が、ね、しっかりと大腰筋が効いて上がりやすくなるって現象が起こりますので、まだチェックしておいてください。まあ、あとはね、バネカンですね。大腰筋カバー効けばもちろん走りやすくなったりとかしますので、バネカンをチェックしておいてもらってください。まあ、あとね、自分の競技の、ね、動きとかもチェックしておいてもらえるとどう変化するかとかがわかりやすくなるかなと思います。はい、ではやっていきます。ではですね、実際に大腰筋カムトレーニングを2つ紹介していきたいと思います。まず1つ目はですね、仰向けに寝ます。仰向けに寝たらですね、手を頭の後ろに置いて、軽く頭を上げます。その状態で股関節をちょっと深めに曲げます。足の裏をね、天井に向けるみたいな感じですね。深めに曲げて、その状態で股関節主導で足を上方向にコン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 とね、こう押し出すようなイメージで、ポン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 って動かしてください。そうするとですね、この股関節の部分で大腰筋がギュンと収縮、こう引っ張られるような動きが、出ます。要は、この足の反応に対して大腰筋がずっとこう引っ張り続けてるみたいな現象ですね。それを続けることによって大腰筋の下部をどん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 鍛えることができます。よくあるエラーは頭が落ちちゃって、この足だけ、膝だけでこう動いてるパターンとか、足は低すぎて、これもこっちへ力がいってしまって、膝で動いてて、股関節が動いてないパターンとか出ますので、ちょっと体を起こして、股関節ちょっと深めに曲げて、で、やってもらうと、大腰筋の下部に効きやすくなるかなと思います。あとは、最後結構重要なポイントなんですけども、息を止めないことですね。大腰筋ってどうしてもね、横隔膜をグッと力ませすぎると、お腹が圧迫されちゃって使いにくくなりますので、こうやって、うんって息止めて、うんみたいなやると、うまくいかないので、ちょっと喋れるぐらいですね。喋れるぐらいの感じで、股関節曲げて、ボン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 ってやってもらうといいかなと思います。あ、ちょっと苦しいですね。っていうのは、まず一つ目になります。まあ、一応ね、これも終わったら、もも上げね、一応チェックしてもらって、しっかりね、さっきに比べてしっかり上がりやすくなってるかを確認してください。変にね、エラーが出てる場合、例えば、全然足膝だけでやっちゃったりとか、息止めたりとかしてると足がね、こう上がりにくくなるみたいな現象が起こりますので、ちゃんとね、実施終わったら確認をするようにしてください。二つ目の練習に行きます。二つ目の練習は、同じようにね、仰向けに寝てもらったら、頭の後ろに手を組みます。その状態から、股関節を曲げてもらって、股関節を引き込むイメージですね。大腰筋を使って引き込むイメージとともに、体をちょっと起こします。で、連続、それを連続で細かく動かします。こういう動きですね。こういう動きになります。で、これの、よくあるエラーはですね、こう体を腹筋だと思ってしまうと、体を動かしてしまう。こっちを動かす練習ではなくて、あくまでも股関節側をくって引っ張ることによって、大腰筋に引き込むことによって、上半身が、後からついてくるみたいなイメージですね。なので、メインのイメージは、この股関節のイメージがメインになります。体をこう動かすイメージじゃなくて、股関節をしっかり動かしてもらうイメージになります。結構連続でやってると、お腹が結構苦しくなりますね。まあ、これも同じで、息を止めないってことがね、非常に大事になりますので、息、止めて、横隔膜をロックしてしまうと、大筋膜使えないので、呼吸は止めないようにして、股関節を引き込む。体を起こすイメージじゃなくて、股関節を引き込むイメージでしっかりやってもらったら、ポイントになってきます。で、終わったら、最後ね、立ってもらって、もも上げね、しっかりしてもらって、足がね、しっかり上がる感覚が出てれば、お腹の奥ね、しっかり上がりやすい感覚が出てれば、
OK ですね。あとバレーカーとかチェックしてもらって、動きやすさが、あ、なんかさっきよりバレーカー出たみたいな、あ、いい感じでボール蹴れるぞみたいな、いい感じでパンチ出るぞみたいな、いい感じでボール投げれるぞみたいな感じが出ればですね、いい感じになってます。はい、行きましたでしょうか。これはですね、大腰筋の下部が働くと、またね、大腰筋の上部が効いた時とまた違う感覚、よりね、地面に力がこう伝わる感覚が出てきますので、ぜひね、取り組んでいただければと思っております。はい、ということで、今回の内容はね、ここまでさせていただこうと思っております。ユニブセンターして X やインスタグラムやってますので、そのチェックフォローよろしくお願いいたします。私のオンラインスクールも営業してますので、体の秘密ですね、もっと詳しく知りたい方はですね、概要欄に貼ってますので、また覗いてみてください。また、ビルブセンター自身は大阪にありますので、こういったね、体についてのマニアックな話が好きな方はですね、ぜひ来ていただければと思っております。はい、ということで、今回は以上にさせていただきます。ありがとうございました。